予選も終わりましたので今日のトップ3を振り返りましょう。ハミルトン、オーナー、ドライバー、セバスチャン・ベッテル。今日はこの辺りでお別れです。明日のレース決勝をどうかお見逃しなく。さあ、今年のオーストリアグランプリがシュピールベルクでいよいよ始まります。2019年のグランドスタンドは1984年にホーム優勝を果たした偉大なドライバーニキ・ラウダに哀悼の意を表する赤い帽子をかぶった人々で溢れていました。本日も観客席は満席です。コーナーは右が7つで左はわずか3つ。高速サーキットですが全長は非常に短いコースです。緩やかな2コーナーをアクセル全開で抜け、ヘアピン上の3コーナーに向けて上りながらブレーキングします。抜きどころとなるのは1、3、4コーナーの3箇所でしょう。今日も解説席に来ていただいているのはもちろんこの人、元 WEC チャンピオンのアンソニー・デイビッドソン選手です。ポールポジション獲得ラップは実に見事でしたが、第1コーナーでリードを維持することはできるでしょうか。スタートに強いドライバーが周りにたくさんいますよね。あと一つ、レース戦略を考慮しないといけません。どのドライバーがタイヤを効率よく使うのか、最初にピットインするのは誰なのか、リードを守りきるために先頭集団が戦略を変えてくるのかどうかも気になるところです。素晴らしい予選セッションの結果、今日のレースのスターティンググリッドは次のようになりました。ポールポジションについたのはルイス・ハミルトン、そしてオーナー、ドライバーと一緒に。残りのグリッドはこのようになっています。ベッテル、フェルスタッペン、シャルル・ルクレール、ストロール、アルボン、ペレス、ノリス、ダニエル・リカルド、ボッタス、サインツ、ロマン・グロージャン、ライコネン、ガスリー、ジョビナッツィ、ケビン・マグヌッセン、エステバン・オコン、ラッセル、松下、ラティフィ、最後のグリッドがダニール・クビアト。さて、それではコースに目を向けてみましょう。
ろ。タイヤを大事にしろ。このタイヤで最後まで走るんだ。
順位も満足だ。オーストリアにてまたも劇的なグランプリでした。卓越したドライビングで優勝獲得です。伺います、今日の勝利を決定づけた勝因は何だったのでしょうか。コース上での賢いタイヤマネージメントと非常に滑らかなドライビングが今日の勝利を支えました。その2つが組み合わさったことで常にタイヤの能力を最大限に引き出せていたのでしょう。抜群のドライビングを見せつけたレッドブルが本日の勝者です。最近は他のチームと激しい争いを繰り返していたレッドブルですが、今回はその自力を証明しました。では最新のドライバーズランキングを確認しましょう。マックス・フェルスタッペンは自らのパフォーマンスに満足しているはずです。ランキングトップの座をさらに盤石にしました。アンソニー、ドライバーオブザデーを挙げるとすれば誰でしょうか。フライングフィンですね。って言ってもフライングフィンは何人もいますが、ボッタスですよ。とにかく速かった。トラフィックのさばき方も良かったですね。ではコンストラクターズチャンピオンシップがどうなったのかを見てみましょう。レッドブルがランキングのリードを広げました。今日のレースで躍進したもう一つのチームがウィリアムズです。今回は激しい展開のウィークエンドでした。次回のグランプリが待ちきれません。